はい、皆さんこんにちは。ふみチャンネルのふみひみです。今からね、東京に行きます。ただまっすぐ向かうのではなく、大回りでね、東京に向かいたいと思います。経路は東海道線、中央線、篠ノ井線、そして北陸新幹線を経由していきたいと思います。それではまず浜松駅にね、行きたいと思います。はい、こちらがね、本日使用する乗車券、浜松からの東京都内、浜松、新幹線中央日線、篠ノ井線、新越、長野、そして新幹線をね、利用するという経路になっています。浜松から新幹線経路ですが、ここから東海道線で名古屋までは向かいたいと思います。駅から2駅、舞坂駅にやってきました。ここで、一旦途中下車、ふみチャンネルらしく、貨物列車を2本撮影したいと思います。名古屋に到着です。時刻は8時10分を過ぎたところですね。この後しばらく時間はあります。9時ちょうど発特急しなの5号で長野へ参ります。ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急信濃5号長野行きです。停車駅は菊田、多治見、中津川、一福島、塩尻、松本、篠ノ井、長野です。
We will soon make a brief stop at Matsumoto. Passengers going to the Oito, please change trains here at Matsumoto. After leaving Matsumoto, we will stop at Shimanoi. Thank you. Ladies and gentlemen, we will arrive at Nagano Terminal in a few minutes. Passengers going to the Shinkansen and Iyama Line, please change trains here at Nagano. Thank you. はい、終点長野到着時刻は、12時、お昼の12時ですね。名古屋から丸々3時間で到着しました、今から30分後の、北陸新幹線白鷹号で東京へ向かいます。2027号発、朝霞616号東京行きで6号車です。なお、全車両
までお下がりください。Thank you.
直接東京に向かわずね、あえて大回りをする旅、なかなかいいものです。特に今日はね、天候にも恵まれ、日本三大車窓の一つ善光寺平もね、綺麗に見ることができました。またこのような動画をね、定期的に上げていきたいと思いますので、よろしければ皆さん、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。以上、ふみチャンネルのふみふみでした。